待遇の差を、格差をなくすことが日本の景気をもう一度元気にする原動力になると考えております。皆さんこんばんは、岡田克也です。ここは取手駅、茨城3区です。茨城3区の総支部長、梶岡さんです。一生懸命に今頑張って追いかけているところです。一言どうぞ。こんばんは、茨城3区から国政を目指しております梶岡弘樹でございます。本日はこの茨城県の玄関口、最南端の取手駅で岡田幹事長とともに駅頭活動を行っております。私梶岡弘樹は、親が政治家でもない、官僚出身でもない、国会議員の秘書の経験もない、いわゆる普通の国民目線の政治家を目指しております。今の国政に国民の皆様の声は届いていますでしょうか。私梶岡弘樹が国民の皆様の暮らしに寄り添って、皆様の声を国政に届けさせてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。何が何でも頑張りましょう。頑張るぞ。